いきなり東京駅からこんにちは。白金です。みずほです。ってあれ？あれ？なんで静止画なの？再生ボタン押しても再生されないし。で再生ボタンどっから持ってきた？再生ボタンって一家に一個あるもんじゃなかったっけ？んなわけないです。ここは？東京駅？さっきまで壮大な駅舎の前にいたのに、なんでこんな細々とした改札の前に？細々とはなんだね、白金くん。お前は、誰？知らないのかよ。私はこのゲームのゲームマスターだ。ここからは天の声と呼んでもらうことにしよう。それではこのゲームのルール説明を始める。今回、君たちにやってもらう企画は地下縛りで、東京の地下鉄をコンプリートする旅だ。まあそうなるよな。そしてこの企画で絶対に守るルールはただ一つ、地下から出ないことだ。地下から出ない？そうだ、電車の乗り降りはもちろん、乗り換え、食事などもすべて地下でやってもらう。制限時間は10時から22時の半日だ。で、ゲームってことは何か目標があるってことだよな。ああ、今回の目標はタイトルにもある通り、東京の地下鉄全列車に乗ることだ。ということは今回乗らなきゃいけないのは、21種類。そして、対象列車に乗ったと証明するには、乗ったことを証明できる映像の他にその列車の顔を撮影する必要がある。その2つが揃って初めて乗ったと証明できる。でも地下鉄ってホームドアが大量に設置されていて、顔を撮影するのは難しい気がする。だからとりあえず最悪顔の一部しか撮影できてなくても OK とするよ。まあこれなら大丈夫か。そうやって甘く見てると、地獄を見るぞ。あら水穂さん怖い。ああ、ちなみに目標を達成できないと、罰ゲームがあります。罰ゲームがないとただ地下鉄を乗り続けるだけの鉄オタである白金および中の人に得しかない動画となってしまうのでな。で、期限までに全列車に乗れなかったもしくは地上に出てしまった場合、罰ゲームとして5月1日までのどこかで1週間毎日投稿を行ってもらう。はぁー、ただでさえ編集に時間がかかる。ゆっくり実況、そして中の人の編集スピードの遅さなのに毎日投稿を1週間も。だってこういうのって罰ゲームがないと面白くないじゃん。確かに。絶対に失踪だけはするなよ。話を戻して、その22種類の中でも見た目が全然違うのに、同じ形式を名乗っている電車がいくつかあるので、それらについては今回、別形式であるかのように扱うものが出てきます。では、それに該当する対象列車を発表します。まずは丸の内線より02系、続いて東西線より05系、続いて南北線より9線系、続いて新宿線より10、300型、そして大江戸線より12、600型、以上6種類となります。この6種類を加えた27種類の乗車コンプリートを彼らには目指してもらいます。それではここからは細かいルールを話していく前に、一つ、話さなければならないことがある。それは千代田線、05系についてだ。千代田線の、そうか。そう、この動画をご覧の皆様は多分ご存知かと思いますが、千代田線の05系は地上でしか走っていません。なので、地上に出るためのミッションを2人に課します。ミッション？そのミッションは、12時までに他車線の電車5種類以上に乗り綾瀬駅にたどり着くこと。そういえば白金くんって、今度ロマンスカーに乗って軽く旅行に行くとか言ってなかったっけ？そうだけど。じゃあ達成できなかった場合、特急券没収で。おい水穂マジでやるぞ。やっとやる気になってくれたか。あと天の声、ちょっといいか。ああ。このミッションに失敗報酬があるなら成功報酬も欲しいのだが。いや、成功報酬が地上に出て05系に乗れるということだが。ロマンスカー特急券とこれじゃ釣り合わないと思う。でも、これ以上は。わかった。帰る。成功報酬として加えて一度だけ5つの形式の運用情報を調べることができるというのはどうだ。いいだろう。それでは、細かいルールをいくつか紹介していきます。概要欄にルールをすべて載せてあるのでそちらも合わせてご覧ください。ということでまずは電車の乗り降りのルールはこんな感じ。要は、ずっとホームにいることはできない。同じ路線に連続して乗れない。電車に乗ってその先に乗り換え駅がなければ終点まで行って折り返さなければいけないってことね。だな。そして乗り換えのルールはこんな感じ。とりあえずは地下1階より下にいればいいということか。そうだな。それでは長ったらしいルール説明もここで終わり。10時、ゲームスタートだ。とりあえず今回、尋常じゃない量の乗り降りをすると思うので、1日乗車券を購入しました。いやー。それにしてもやばいな、罰ゲーム、特急券没収って。あ、そっち？マジでロマンスカー楽しみだからとりあえずは05系のミッションを最優先に進めます。で、毎日投稿の方はもしやるとなったら大丈夫そう？なんとかします。念を押して言っておくけど絶対に失踪するなよ。よし、じゃあ10時になったので改札内に入っていきます。で、これからどうするかとか決めてるの？まあとりあえずは乗り換えをできる限りしていって、より多くの電車に乗るようにしたいかな。で、さっきも言った通り05系のミッションを最優先に進めるから、他車線が乗り入れてる路線を優先的に乗っていくという感じかな。今回は休む暇がない、とてつもなく忙しい旅になりそうだね。ということで最初に乗るのは丸の内線。丸の内線を走るのは2線系と02系の2種類だね。現在置き換えが進んでいる02系には早めに乗っておきたいところ。それでは記念すべき最初に乗る列車は、
2000系だ。乗りたかったゼロ2系じゃなかったね。うん。でも2000系乗るの地味に初めてだから全然 OK。 足元にご注意ください種類の列車に乗れたか、いつでも視聴者さんが確認できるように設置したものです。ということでまずやってきたのは淡路町駅。ここでは千代田線、新宿線に乗り換えができます。とりあえずここでは新宿線に乗り換えていきます。そして新宿線の改札は目の前にあります。で、駅名が今降りた淡路町じゃない？そう、東京の地下鉄では駅名は違うのに乗り換えができるということが多くあるんだ。そして新宿線小川町駅に乗り換え、領土電車が来たのでこれに乗っていきましょう。ということで神保町に到着。ただいま乗車したのは13脈型。でも13脈型は2種類あるから、もう片方も乗らなきゃだね。うん、でも、もう片方は多分乗るのが難しいかも。え、なんで？もう片方は今乗った電車への置き換えが始まっていて、この時には残り約10編成のみなんだ。いや、姿は違えど、同じ車種で置き換えってどういうこと？それではレッツ乗り換え。神保町で乗り換えができるのは、半蔵門線と三田線。そして僕が今回選ぶのは、三田線です。それではホームに向かいましょう。であれ、ホームドアがない？三田線ってホームドアあったよね。うん、どうしたんだろう。とりあえず発車しそうなので乗っていきます。列車は春日駅に到着。で、さっきの神保町駅、なんでホームドアがなかったんだろう。多分だけど今年の4月あたりから8両運転が始まるから、そのためにホームドアをリニューアルしていたのかなと僕は思います。そして春日駅では、大江戸線に乗り換え、そして今やってきた電車に乗っていきます。で、これ、何系だ？わからないのかよ。いや、大江戸線って見た目結構似てるから。そういえばこの車両、側面にナンバリングが書かれてるね。本当だ。ナンバリングが車体にデザインされているの初めて見たかも。次は、飯田橋、大江戸線に乗ってやってきたのは飯田橋駅。多分12600型の新しい方だと思うんだけど、顔がよく見えない。お、見えた見えた。はしゃぎ方が小学生。これは新しい方の12600型だね。にしてもこの飯田橋の駅の形が奇抜というか。そうだね。真ん中に謎のくぼみ。これ何か視聴者さん教えてください。だからすぐに視聴者さんを頼る。続いて乗るのは南北線。南北線も三田線同様、8両の電車を迎え入れるための準備を進めています。そしてここでやっと他車線の電車に遭遇。それではこの電車に乗っていきます。開始から30分、ようやく乗ることができた他車線の電車。果たして、12時の期限に間に合うことはできるのか。ということで到着。南北線は全国的にも珍しいフルスクリーンのホームドアを採用しており、車両が見えづらいことから別名鉄オタ殺しと呼ばれています。そんな別名聞いたことないよ。そんな南北線に乗ってやってきたのは、後楽園。やっちまったー。何やってんだー。で、何やらかしたの？切り替え早。いや、本当は目黒方面に乗って市ヶ谷に行って有楽町線に乗りたかったんだけど、間違えて反対側に来てしまいました。ゲーム終盤でやっていたらミスどころでは済まされないミス。これ以降このようなことがなければいいのだが。ってことは元に戻ってきちゃったじゃねえか。とりあえず開始30分でやっと他車線1本目はちょっとまずいからすぐに乗り換えをします。で、やってきたのは三田線。いやマジで元通りじゃねえか。で、なんで三田線に乗り換えたの？三田線も他車線の電車が走る路線の一つ。この駅にはまだ1種類しか乗れてない大江戸線も乗り入れているけど、今は他車線の電車に乗ることを優先したいので三田線を選択しました。ということで、こい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 。どうも。ということで神保町駅に着きましたー。若干鉄すぎだろ。気づけばそろそろ11時。しかしまだ他車線の電車に1種類しか乗れていない。本当に大丈夫なのか。もうちょっと緩くすればよかったかな。気を取り直して、神保町では半蔵門線に乗り換え、そして目の前には東武の車両が。そしてこの電車に乗って向かうのは九段下です。そして半蔵門線に直通する東武線電車の乗車完了。九段下駅では今は新宿線と半蔵門線はホーム上で乗り換えができるのですが、2013年まではこの2路線の間に壁があり、階段上にある改札を通って乗り換えをする必要がありました。さらにその改札は2020年3月に一つにまとまり、ますます便利に。
そしてやってきたのは新宿線の乗り入れ先、京王線の電車、先ほどの東武に続けて他社線の電車に乗ることができた。ということで京王線の電車でやってきたのは市ヶ谷。ここで先ほど逃した有楽町線に乗り換えていきます。そしてやってきたのはまたしても乗り入れ路線、東武の電車。あれ、東武ってさっきも乗ってなかったっけ？確かにさっきも乗ったけど、あれはスカイツリーラインの電車。で、今乗ったのは東上線の電車。そしてその2つでは乗り入れる電車が少し違うんだ。ということでやってきたのは飯田橋。また戻ってきたんかい。時刻は11時を回り、これまで3本連続で他車線の電車に乗ることができた白金。制限時間を約1時間余して残るはあと1本。今いる東西線も他車線が乗り入れる路線。ここで決着をつけることができればこの後余裕を持てることができるが、果たして。ここで他車線の電車に乗れればあとは綾瀬駅に行くだけ。俺らの勝利の瞬間がもう来るぜ。あれ？デジャブ？これは、東洋高速鉄道の2000系か。よしこれで俺乗る。あれ？これ？メトロの 05NK じゃん。それじゃあ今やってきた電車に乗っていきます。はい、ということで 05NK でした。大丈夫？大丈夫って。ここは？ここは大手町駅。この大手町で勝負に出ます。12時までに綾瀬にたどり着けるのは11時29、35、39分発の3本。そして各位内千代田線も直通運転を行う路線。ここで他車線の電車を引き当て、そのまま綾瀬に向かうという算段だ。で、なんで反対側に他車線の電車が？千代田線は中の人に慈悲を与えない模様。とりあえずまずは29分発の列車が到着。この警笛は、JR だ。いやいや、そんなまさか。では顔の撮影もできたのでこれに乗って綾瀬駅に向かいます。次は新御茶ノ水です。丸の内線、都営新宿線、JR 線はお乗り換えです。 The next stop is駅は JR 線に入るので、メトロの乗務員から JR の乗務員に交代します。いやー、それにしても日の光が気持ちいい。だね、ずっと地下にいたから、地上の景色が1年ぶりに帰ってきた実家のように感じる。だねー。といった感じに、2人そして中の人は久々の外を満喫していた。それでは、この先に05系専用のホームがあるので、そちらに向かいます。ということで先ほどのホームから少し歩いて、北綾瀬駅が出る霊盤線ホームにやってきました。そしてホームにはこれから乗る05系が、この05系は地上区間の綾瀬北綾瀬折り返しのみに使用されています。なので地下を走らない地下鉄として有名です。君、地下鉄として恥ずかしくないの？お前誰目線で語ってんだよ。にしてもこれ何系だ？突っ込むところそこ？この先、揺れますね。パン。
ということで終点、北綾瀬に到着。この北綾瀬駅は2019年にホームが延伸され重量の列車に対応できるように。今乗ってきた05系は3両編成で車両基地寄りに止まっているため、あれ、見えない。もうちょっと前に行ったら見えるかな？見えた見えた。このように10両分のホームドアのうち3両分しか使用していないため、列車が止まってるのにこのホームに設置されている多くのホームドアが稼働していない珍しい光景を見ることができます。それじゃあこれから北千住方面に戻る感じ？うん。だけど、トイレ行かせて。今？うん。始まってから2時間ずっと我慢してて。それじゃあ早く済ませてきて。あざっす。どういうこと？ということでトイレに行っている間に、さっきの列車が行ってしまったことをお許しください。まあ直接地下に戻れる列車が来たし、この企画で初めて乗る電車だしセーフ。それじゃあこれに乗って都心方面に戻ります。反対方向からこの駅に来ていたらゲーム終了でした。約30分戻るタイムをしてしまいました。